女子の一戦は2分3ラウンドマッチ、右側日本シルバーウルフカナ、左側韓国ジョン・ヘジンです。ジョン・ヘジン21歳、23歳カナ、カナが2戦2勝2KO 勝ち、 100% の KO 率です。さて解説はおなじみ小比類巻貴之選手、そして格闘技ライターの中村拓海さんです。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ中村さんに伺いましょう。赤いグローブカナ、要注目ですね。そうですね、まだあの戦績はこれ3戦目なんですけど、まあ、この持ってるあの才能だったりこのポテンシャルの高さっていうのはもうあのクラッシュの女子の選手の中でもかなりもうずば抜けてると思うんで、はい、今回もどんなインパクト残してくれるんだろうっていう部分で、ね、この試合、まあ、楽しみにしてますね。そうですね。対して右ストレート、ジョン・ヘジンがクラッシュ初参戦、殴り込んできたという図式なんですが、小比類巻選手、これ冒頭どう見えますか？あのプレッシャーまずカナ選手かけてるし、はい、右 の, あの当て感がいいんで右をちゃんとしっかり当ててますよね。そしてこれ蹴りの方も中村さんさらにグレードアップしているようですね。そうですね、あの今年の頭にあのタイの方にあの武者修行に行って、そこでも練習したっていう部分でもこれやっぱ蹴りっていうのもこの試合ではね使っていこうっていうのがもうすごく見えるんじゃないですかね、はい、今もう右のミドルキックから左のパンチ、そうあっという間にダウンを奪いました。カナ小比類巻選手もこれドンピシャリというところですか？そうですね、左のアッパーからの右狙ってましたね。左右まず一つダウンを奪いましたカナです。じりじりとプレッシャーをかけて右左さらに右ミドルキックから左右左ミドル右ハイ、もう中村さんこれ何でもヒットさせられるというカナですね、はい、そうですね、もう一気にあのああアッパーもいい、かなりちょっとカナ選手のパンチ当たってるんで、ええ、ちょっとジョン・ヘジン打つ手があるかどうかというところ、右のストレートは連打、スタンディングダウンです。呆然としたようにこれ立ち尽くしてしまいましたジョン・ヘジン。ジョン・ヘジンの方も4戦無敗 2KO というファイターなんですが、入りますか。ああこれ一旦タイムストップとなっているんでしょうか。まあ一度始まってからドクターチェックって形じゃないですか。多分は第2ラウンドスタートですが、あ今タイムストップとなっています。ここからですね、中村さんお話の通り、はい、ドクターチェックとなります。これは小比類巻選手もうちょっと危険な状態かもしれませんね。そうですね、まあその前に心の部分ですよね、はい、うん、ファイターとして勝者カナ。となっております。カナ選手一言いただきたいと思います。
そうですね、なんかちょっと悔しいです。まだまだです。今年第2代フラッシュ女子王者絶対にやるって決めてるんで、必ず自分がなって新しい女子のフラッシュを自分が作っていきます。まだまだこんなもんじゃないんで、もっともっと強くなります。ありがとうございました。